ちょっと待って、カイトとロスとモチです。今回はボードゲーム企画でございます。はい、今回やるのはこちら、ツッコミカルタ。今回はね、このツッコミカルタってものやっていくんですけれども、はい、まあ、何かと言いますと鋭いツッコミで札を取るゲームです。ほう、まあ、例えばね、こういう楽しい場所に最近行ったっていう、まあ、トークテーマで話してる最中に、まあ、この場に並べられている、まあ、こういうツッコミカードのツッコミをした人にポイントが入るっていう、あー、なるほど、ゲームです。例えば俺がさ、まあこう並んでるわけですよ、こうやって最近楽しい場所に行った、最近毎日東京ドーム行ってんだよね、野球大好きか、で1ポイント。あー、そういうことね。なるほどね。で、これチーム制なんですよ。ほう、実は、まあ、今回ミレニアムと新世紀に分かれようと思うんですけどはいはい、まあ普通にトークは全員でします。はい、で相手チームのボケに突っ込めたら1ポイント、おー、で味方チームのボケに突っ込めたら2ポイント、で10ポイント取った人がもういいよって言って終わりっていう、なるほど、ゲームです。はい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 、以上です。はい、終わりました。というわけで今回は突っ込み方で突っ込んでいこうと思います。やっていきましょう。はい、並べます。はい、偏見がす…あ、これ使いますね。偏見がすごいな、かわいいなとりあえずトイレ行って、何があったそんな略し方するか、うわ、はい、いい突っ込み感が揃いましたね。じゃあここのトークテーマでいきましょう。はい、昔やっていた習い事。習い事ね、昔やった習い事か。でも俺一番最初の習い事はね、サッカーよ。あー、俺多分一番最初は水泳だわ。え、持ちは？いやでも俺は昔ギターとかドラムとかやってたけど。え、ロックか。ロックか。よっしゃ、よっしゃ、あぶねえ。普通に信じちゃったはって思っちゃったよ。ロックか、あぶねえ。で、これで1枚引いてトークテーマ変わります。なるほど、ね、トークテーマ、不健康な習慣。はい、なんか、いや、俺らもな、でもね、毎日夜声どうしちゃう。いや、違う違う違う、いいぞ。アルバイトの経験、じゃあ、ハルキってやった、俺やったことない人生で、やば、いや、でもコンバちょっとしてみたいよね。え、コンバ、コンバ、うん、あーあーくそー気づいたのに、そうまあ、よくやった。最近納得のいかないこと、あ、俺シンプルに、俺がうんこしたい時とかね、その途中駅で、あ、うんこ行きたいとか言うんだけど、うん、うんこ行きたいゲージが80とか90じゃないとこいつ行ってくれない。納得いかんくない。いや、だってそんな行きたかそうじゃなかったんだもん。なんかもっとなんかマジで漏れそうだったら全然いいけど、あ、そう、なんかとりあえず行っとこうかなみたいな、おうんこはちょっと良くないなって。おうじゃーいや、そんな良いか。ストレス解消方法、最近ね、あの物を投げるね、思想が危ないよ。いやこれはそんな、あ、好きなアーティスト、好きなアーティスト、好きなアーティストか。いや、俺ドラマチックミスターナイトかな。誰がわかんない。いいぞ。いや、連携がすごい。フリーテーマ。ああ、でも俺最近ちょっと一個気になることがあって、はい、なんか1ヶ月ぐらいずっとなんか右腕が痛いんだよね。いい、今のはここだったな。完全にこれだった。最近泣いたこと、あの、いつももらってるバナナがフィリピン産じゃなくて俺らだ。今のは取られた、書いてるね。テンションを上げる方法、うん、動画撮ることとかね。 YouTuber かい。よーいしょ。分かってもさ、言うだけしか出てない。好きな映画か。見たい映画ありますよ。何？あの、カイジ。あー、俺も見たい。カイジは見たい。カイジね。カイジかプリキュア。え、でも、カイジなんか可愛いな。いや、ちょっと探しちゃめっちゃいいわ。ちょっと探しちゃ。やばい。リーチじゃん。俺を取ったらリーチ。もうリーチ。やばい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 。待って。最近の日本政治。やってない日本政治。まあね。さ、なんかさ、一回そのさ、なんかそのなんとか党みたいなところ入っちゃったらさ、その中でも上の人がなんかこう頑張ってるだけでさ、あと下の方全然働いてないで金もらってそうじゃん。偏見がすごいな。うまい。うまい。いや、今分かってたんだよな。俺もこれ狙ってた。初
始めたい趣味。いや俺そろそろ面接練習とかした方がいいかなと思うんで、うん、就活生か。そうなんだけど俺ちょっと言い方間違えたから、なんかそろそろって違う、初心者か。あーいやーいいいいでしょこれは。じゃ今の俺のミスに対しての初心者かは、まあ確かに。あーなるほどね。もし芸能人になったら、まあ、テレビには一切出たくないよね。そんな人いねえよ。あ、おい迷った今止まっちゃった手が。もし中学生に戻れたら、まあでもやり残したことはねあるんだよね、一つだけ。何？ちょっとまだね、あの鬼退治が桃太郎か。お前なんでついてんだよ。そういうことな。決め打ちしたいな。絶対来ると思ってた。あと1点あと1点絶対だよ。もし無人島に1年放置されたら、とりあえず出してないレポートは出さなきゃなって思う。大学生か。あそっかそっちかいいぞ。理想のデート場所。理想のデート場所はね、とりあえずね、俺は新、まあなんだろう新婚旅行とかでブラジル行きたいかな。気が早い。おいこっちだよ俺は。終わった。気が早くね。やったいや気が早いまだと思うけどね、まあ、新婚旅行って言っちゃったから。新婚旅行って遠いもんだもん、別に。どっちでもある。え、じゃあ気が早い。あやっぱ正解はこっちで。微妙だな。じゃあこっちにしといて、うん、やった。え、したらもうやばいよ俺。9。おお7体験9体験子供の頃に集めていたもの。子供の頃に集めていたもの、まあ、ダイヤモンドですかね。セーブかよ。よしよしよし、お前だ。とりあえずお前だ。思った今。よし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 。ここに行きなさい。おもろすぎるこのツッコミ。立ち上がって牛乳するのしかないよ。おもけ。おもろすぎる。好きな季節。俺は寒いから夏とかがいいと思うけどね。逆だろ。わあシンプル。自慢できること。まあでも唯一の自慢できることは地震を予測するとかしかないから。未来人か。いやすごいすごい。好きな映画。むずいこれは。むずいなぁ、普通に。これめっちゃむずい。でも今回の映画、主人公が違うなって。え、ガチで違うの？ガチで違うよ。そんなことある。小池徹太郎。あー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 お前全然小池徹太郎踏んどるから負けたし。よーよし、言っとけ。じゃあ最後の締め言葉もういいわ。ありがとうございました。